久じ東高校から発信。久じの海の宝物を育てよう。岩手県立久じ東高等学校総合学科海洋科学系列、大道るかと。大道慶太郎です。よろしくお願いします。久じ市の海の宝物。この言葉を聞いて皆さんは何を想像しますか岩手県久じ市は8年前に、 NHK 朝の連続ドラマ小説で取り上げられた北限のまで有名な海の町です。また、北から流れる親潮と南から流れる黒潮がぶつかり、様々な漁師がいる世界三大漁場の一つでもあります。そんな久慈市で海の宝物というとやはり、甘さんが実演で漁獲するように、地方では風と呼ばれるこの海ではないかと思います。 くじのウニは、くじし漁業を支える重要種目の一つです。漁獲できる北紫ウニは、棘が長くて身が黄色く、取り立てのウには上品な甘さがあり、口に入れた瞬間にとろけるような食感が特徴的で、私自身もスーパーで見ると、親にねだるぐらい好きなものです。くじしでは牛乳瓶のような瓶詰めされて販売されているのも特徴です。また、 三陸鉄道の久慈駅では、このウニを蒸してご飯の上に乗せたうに丼弁当が有名で、平日でも販売開始30分には販売が終了してしまうというほど有名な名物になっています。そんな久慈市の宝物であるウニですが、近年は見入りが悪いという話を漁師さんから聞いていました。 そのためウニの、ウニの値段が少しずつ上がってきています。そして、海について勉強している私たちは、ウニは実は厄介者であるということを知りました。ウニが多く生息する地域は、海藻がどんどん減ってきているみたいです。これは、磯焼けという現象で、この磯焼けを引き起こすのがウニということだったのです。 ウニは海藻をとにかくたくさん食べるので、その影響で海藻がなくなり、磯焼けという現象が起き、磯焼けが起きたら海藻も魚もいない状態になってしまい、海の環境が悪くなるというものでした。また、実習船によるカゴ,カゴ漁業実習をしているとき、引き上げたカゴにウニが入っていることに気づきました。そのウニは比較的小さく、 重さも軽く、身入りも悪く、船員の方々の話では、沖ウニと呼ばれて、漁獲せずに海に返すようなウニであることを聞きました。そこで、はっと気づいたのです。ウニは大きくなると自分で動きますが、小さい頃はプランクトンとして漂います。そのため、沖で大きくなったウニが、時期になると餌を探して、岸近くに来る、その 岸近くの海藻がウニに食べられ、磯焼けを起こすという悪循環を作っているのではないかということに気づいたのです。磯焼けをなくすためには、お給煮を取る、お給煮を取るしかない。しかも取ったお給煮に付加価値をつければ、今流行りの自然循環型の漁業ができるのではないかと考えました。そのため、本研究は以下のような目標を決めました。 研究の目標はただ一つ、磯焼けをなくし、ウニを養殖して、付加価値をつけるということです。本研究はそのことを最大の目,目的として、さらに本研究についてはいろいろなところで研究が始まった内容のため、その内容の発信も目的の一つとしてスタートさせました。目標、今、研究の最大の目標を達、目的を達成するために、 目標を以下のようにに定めることししました丸1、ウニを養殖する、丸2、ウニを有効活用する、丸3、ウニ養殖と有効活用について発信する、丸4、磯焼きについて確認する、この4つの目標をクリ,アとクリアしていくことにより、本研究の目的を達成できると考えました。 本研究は今年度スタートさせた研究のため、今年度はまず丸 ① を重点的に進めていくことを考え、早速研究を行うことにしました。ウニを養殖する。本研究を行うにあたり、早速ウニが必要となりました。今年度は種市南漁協、宿野部海の方にお願いし、沿岸部から約2キロ、水深20メートルのところにカゴを仕掛けていただき、 調査用のお給乳を再保してもらうことになりました。再保していただいたウニは、本校の抵抗の前に別のカゴを用意し、それで養殖することにしました。養殖するにあたり、二つの問題点に気づきました。一つは水温です。抵抗前、岸壁は水深2から3メートルぐらいしかありません。そのため、 国は冷たい水を好むので、どうすればいいか試行錯誤し、ようやく在庫前の、あ、抵抗前の和船の船尾からカゴを吊る,吊るすことになりました。ここでは水深4から5メートルであり、船の往来で潮の流れがいくらかあるのではと考えられました。もう一つは餌の問題です。学校は養殖施設ではないため、 餌を大量に買うことができません。そのため餌については国は雑食性のため本校の環境力家系列にお願いし捨てる野菜を与えることにしました環境力家系列は野菜や花を育てています野菜は旬なもので2週間ごとに変わっていきますまた大量に作っても捨てる野菜もあるという話も聞くので フードロスにもつながるのではとないかと思い、いただいた捨てる野菜を与えて大きくできるかも検証することにしました。ウニ養殖の結果、6月28日、いただいたウニをカゴに移し、餌を与え、養殖を開始しました。餌に使う野菜はバラバラですが、約 750g を1週間に2回与えます。 また一週間に一回大きさと重量を測り成長段階を確認することにしました。結果はこちらになります。日々大きさも重量も成長していることがわかりますとわかるかと思います。途中から養殖した方も最初は何匹か死んでしまいましたが最後は11匹生きて元気に成長しています。9月10日6個のウニを開けました。 結果は画面の通り大きくなっています。最初にいただいたウニについては写真は撮れませんでしたが、養殖前のお給ウニの中身は何もない状態でした。しかし現在は6個の全重量に対して中身の重量は17グラム。私たちが考えていた以上に中身が入っていました。食べてみた感想ですが、ウニの味はしっかりとしました。 しかしまだ自然のウニの濃い味にはほど遠く、今後も改良も必要であると感じます。考察、本研究の目標の1は、抵抗前の水域で餌は捨てる野菜で養殖が可能であるということがわかりました。しかし抵抗前の水域は養殖場ではないため、多くのウニを養殖することはできません。また捨てる野菜も、 生徒の実習で行っている野菜のため、捨てる部分がなければ餌となる野菜がないことも考えられます。しかし、磯焼けやウニの大量発生のためには、このような研究は必要不可欠となります。今後は丸1の養殖を続け、丸2から丸4の研究も続けていきたいと思っています。久慈市の海の宝物のウニは、 実は厄介者であるとされています。しかし、岩手県でも、くじの海は有名のため、急けを起こすから駆除して処分するのではなく、うまく有効活用をして、よりくじの海をアピールするためにも、養殖を少しずつ行っていく必要があるかと思います。くじの海を年中取れて、単価が安くうまいと言われれば、様々な料理にも、 使用されるおすすめのウニになるのではないでしょうか今後そのように、そのように言われる研究を続けたいと思います。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。